おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭よしひとです。本日の提供は、家境 J サロンで負けない戦い方とめんどくさいことを徹底的にやるを学んでいます。11月6日の家境 J さんの講演会のクラウドファンディング応援していますというサヤボンさんの提供でお送りします。サヤボンさん大好きです。さて今日はですね、昨日のパーパスの 続きといううか深掘りしようと思ってますでえっと、まあ、昨日の内容はね昨日の放送を聞いていただいた方がいいんですけど、まあ、パーパスっていうのはいわゆる目的ですね長期的な目的に向かってやっぱり進んでいる会社やチームが強いよっていう話だったんですけど、まあ、今やその長期的な目的ってどういう内容になってるかっていうと社会問題の解決なんですよ。 でこれなんでかっていうと社会の中心地がいわゆる Z 世代とミレニアル世代になってきたからです、まあ、ミレニアル世代っていうのは今でいうと25歳から40歳ぐらい Z 世代は6歳から24歳ぐらいですねでこの Z 世代の6歳から24歳って生まれた時からもうインターネットスマートフォンがあるっていうね、えー、この人たちが世界人口の4分の1を占めてるんです で日本って超高齢化え少子高齢化社会なのでこの Z 世代が多いという感覚がないから多分ねこのパーパスに対する考え方遅れてるんだと思うんですけどやっぱりこれからはこのパーパス長期的な目的つまり社会問題解決型の企業にしかもう人は集まらなくなるし。 お客様もそういう企業からしか商品を買わないという流れが来てるということもうすでに進んでるし浸透してきてるっていうことを知らないとまずいよねっていう話ですでこれはですねえっと、ちっと実体験として伝えたいなと思ったんですけど昨日たまたまなんですけど昨日のねパーパスの話をした後にですねうちのかみさんと、えー、池袋の東武デパートでかみ、まあ、さんがあのピアスなくしたのでピアス買おうっていうことで 行ったお店がまさに、えー、このパーパス社会問題解決型の企業さんだったんですよ <laughs> まあ僕が行ったのは e. と,というブランドだったんですけどこの e. と,というブランドを運営している会社マザーハウスさんこの会社が素晴らしい会社でした神様してたんですけど僕知らなかったんですよ、えーっとまあ、スタッフさんと 話しているうちにちょっとこの会社なんか全然普通の会社と違うといわゆるアパレル小売りの中でもちょっと違うなっていう感じがしたのでいろいろ聞いてみたところ会社の理念が途上国から世界に通用するブランドを作るということだったんですよ、まあ、それをもうスタッフさんが堂々と語れるもう誇りに思ってるそんな会社でしたで えといろいろ知りたくなって調べたんですけど、まあ、この会社もう本当に10年前からですね社会問題の解決という理念にまっしぐらという会社でしたも,ものづくりをしている会社はバングラデシュネパールインドインドネシアスリランカミャンマー、えー、こちらの、えー、6つの生産国の人たちが。 ちゃんと自立して生活できるようにというものづくり、えー、そして、えー、それをデザインに起こして製造をちゃんとして小売りの販売までを一貫してマザーハウスさんが行うというそういう会社です、えー、代表の方は山口恵里子さんっていう女性の方で、まあ、大学時代にバングラデシュを訪れてからですね 途上国の現実を知って、どうやったらこの途上国の人たちと我々がフラットにですねちゃんと生きやすい社会を作れるかということを考えてスタートしたのがえ現地のジュートと呼ばれる朝素材を使ったバッグ作り最初は1人から始めたそうです、まあ、今現在300人の社員さんが働く大きな会社に育ったということですねでこれホームページがねマザーハウスさんあってこれ読み応えあるので ぜひこのの会社のホーームページ後でで読んほしいいなと思いますちょっとだけ中身を抜粋して紹介すると、まあ、社内の内容について副社長の山崎さんのコメントがあるんですけど「会社の中にはいろんな仲間が働いてます」と「文化や宗教人生経験これまでにいた業界みんなバラバラです」でもももそそ目指している理念が いろんな国の人たちと一緒に価値を作っていこうという会社なのでちょうど良いですと途上国から世界に通用するブランドを作るという理念がありますが個々の興味関心はその一つだけじゃありませんもちろんえ途上国の関わる仕事をしたいって考えて入社した人もいますがものづくりに興味があって入社した人もいるし会社のコミュニティづくりをやりたいっていう人もいます つまりバラバラではあるが問題意識そして夢がマザーハウスという会社を作っているんですなのでうちの会社のスタッフはストーリーテラーと呼ばれてますマザーハウスのストーリーをプロダクトに乗せてお客様に伝えていく役割だからですまあそのためにはちゃんと仕組みが必要なので スタッフが工場を訪問できるようにちゃんと仕組みを作っていたり研修プログラムがあったりまあ要は代表の山口さんがものづくりについて海外にいるところをスカイプとつないでいろんな思いを伝えてもらったりさらにお客様にも私たちの工場に来てもらう仕組みを HIS さんと組んで作っていますとまあそういう取り組みをしている会社です。 まあなのでスタッフさんが自ら考えてアクションを起こすということも非常に多い会社のようでスタッフさんが職人さんのこととか品質のこだわりをお客様に伝えるストーリーブックというですね写真と文章が入ったパンフレットのようなものでそれはもう今全店で展開されているそうです、まあ、他にもスタッフの昇格プレゼンといって入社後数ヶ月の店舗経験のスタッフが マザーハウスで貢献できることや将来やっていきたいことをみんなの前でプレゼンテーションして合格するとマネージャーに昇格できるそんな仕組みもあるそうです、えー、池袋東武店に僕ら行ったので池袋東武店の店長の白鹿綾菜さんっていう女性はですねこんなふうに言ってます、えー、もと,もと、えー、まあベナンの派遣をやっていたと。 ベナンっていうアフリカの国に行ってたと、まあ、そこでは赤ちゃんを持つお母さんたちへの啓蒙活動をやってましたとで帰国した時にやっぱり途上国と先進国の境界線をつなぐ役割をしたいと思ってマザーハウスが考えているビジネスという対等なと立場でつないでいくっていう考え方にすごく共感して入社しましたっていうことですいいですよねビジネスって対等になれるんですよね 先進国とか発展途上国っていう上下ではなくてすごくいいことだと思いますえー、ということで最後にですね山口恵里子さん代表の方のメッセージがまたですね素晴らしいのでちょっと紹介しようと思いますえー、私はこのマザーハウスの代表としていろんなスタッフと仕事をしてきました今も一緒に仕事をしている人もいれば様々な理由で辞めていった人もいます多様な国籍や文化宗教の人たち 本当にいいろんな人の出会いがありました私はそんなみんなに成長させてもらったと思います私の悪いところを指摘してくれたスタッフに家族の事情で涙ながらに退社したスタッフにプロセスの中で異なる夢を見つけたスタッフにそして今マザーハウスの一員である全スタッフに私が成長させてもらっています成長だけではなく 人と関わることでこれまでにこれほどまでに人生は濃く深く豊かになることも教えてもらいました私は海外にいることが多く時には現地で一人ということもありますがゼロを一にする道のりで何度も苦しい諦めた方がいいかなって思った時にスタッフのみんなの頑張りで乗り越えることができました、えー、最後に伝えたいことがあります一つはその人が 人生をマザーハウスにかけてくれたならば経営者としてでなく人としてその人の人生に責任を持ち続けたいという思うことそしてもう一つはこんな人材が欲しい私が間違っていたらいつだってストレートに指摘をしてくれる私はそんな人と働きたいというメッセージです <laughs> マザーハウスさんむちゃくちゃいい会社なんでぜひ店舗を訪れたりホームページを読んでみてください それでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますようにせーのいいねー